シックジャパンは男性の髭剃りや女性のムダ毛処理に使う髪剃りを製造・販売するメーカー。シックブランドは電気髪剃りの発明者であるアメリカのジェイコブシックにより創設された。その後、右与曲折を経て現在ではアメリカの大手電池メーカーであるエナジャイザーホールディングス傘下のエッジウェルパーソナルケアより発売されている。シックジャパンは シック製品の事業を継続しているほか、かつては電池事業も日本市場で展開していた。エナジャイザーによる電池事業はもともとエナジャイザー社と提携していた富士フィルムが日本市場で展開していたが、富士フィルムの電池事業撤退により、シックジャパンが継承し、単三型と単四4型のリチウム電池、単6型のアルカリ電池や LED ライトなどを展開していたが、 2015年7月に小泉世紀にエナジャイザー事業を譲渡した。第二次世界大戦後、シックブランドの製品が輸入され、日本のヒゲソリに革新的な進歩をもたらした。実際、2006年現在、日本でのシェアは1位である。クアトロ4チタニウムのホルダー。電池は、親会社、エナジャイザー製のものが付属していた。クアトロ4フォーウーマンのホルダー。なお、 1980年代まではシック製品の販売総代理店としてハットリ製工と提携していた。クアトロ4フォーウーマンの買えば、女性用として初めて4枚人を採用した。シェーブガードは日本で最も広く流通しているシェービング材である。緑のキャップに男性の顔つき白フォーム缶のデザインは年齢に限らず広く定着し、スーパーマーケットから コンビニエンスストアまでカミソリを取り扱うほとんどの売り場に存在している。この缶デザインの男性の顔は時代によって変化しており、最近ではアメリカの有名俳優人の顔になっている。1995年に2枚人のカミソリ、プロテクターを発売、キレてないの CM で一世を風靡した。2004年に世界初の4枚はカミソリ、クアトロ4と、 女性用の固形ソープ付けボディカミソリ、イントゥイションを開発、発売した。なお、男性用のクアトロ4と女性用のクアトロ4、フォーウーマンは互換性があり、替えバとホルダーを混在して使用できる。ホルダーは基本的に同一のもので、例えばクアトロ4フォーウーマントリムスタイルは、クアトロ4チタニウムレボリューションの色違いに過ぎず、異なるのは替えバである。替え場は、 アメリカ製とドイツ製があり、ドイツ製はナイフや包丁で世界的に有名な刃物のゾ造人間で製造されている。ありがとうございます。